お疲れ様です。お疲れ様です。今日なんですけど、はい、eLife グループのこの YouTube チャンネル何本か結構上がってると思うんですけど、はい、ご存知の方は知ってると思うんですけど、はい、eLife グループの社長、おー、社長っすか、はい、について、社長ってどんな人なんだろうとか、あー、なるほど、多分動画にはチラッと映ったりとかは多分してると思うんですけど、はい、eLife グループの社長ってどんな人なんだろうって多分気になってる方多いと思うの で、ね、まあ、滝谷さんに聞いていこうかなと思ってまして。わかりました、はい。早速なんですけど、はい、ざっくりなんですけど、はい、社長ってどんな方ですか？社長は、はい、一言で言うと、はい、本当温かい人ですね。温かい人、優しいと思います。本当に人として、本当その人に対してとか、はい、みんなに対してっていう思いがすごい熱い方なんで、はい、その人を良くしてあげたいっていう一心で関わってくれてるなってなんかこっちが感じるっていうか、別に甘やかされるわけではないんですけど、はいはいはい、もちろん仕事もね、はい、ご成果をやっぱ追ってたりとか、はい、うちの理念とかがあるんで、はい、やっぱそういったところに例えばプレッシャーってたりとか、はい、いう時はこうやっぱり指導していただくことももちろんあるんですけど、はい、ただなんかその人に対しての思いっていうか、はいはい、社長にとって縁がある人たちに対してのなんかその幸せだとか、はい、良くなってほしいっていうのをこう願って接してくれてるのかなっていう、なんかそこが一番感じますかね。それほどいい社長だなと、自分はいい社長っつってるじゃん。社長にこう憧れてというか、はい、人柄に憧れて入ってくる方がいますし、はい、多いですし、まあ、そうですよね。社長のインスタグラムとか、インスタグラムから応募はい、してくる人が結構多いって聞いてるんですけど、ね、社長のインスタを見て、そうですね、だからやっぱり社長に対してのやっぱり気持ちとか強い方が入ってきたりとか、はい、逆に eLife、まあ、これからは半分のイベントとかでそういうのができたらもっと良くなるんだろうなと思うんですけど、はいはい、社長とにかく温かいですね、優しいです、はい、本当の意味で優しいなっていう、はい、僕も社長のインスタを見て応募したんですけど、あ、そうなんですか、そうなんですか、あれ知らなかったっけ。いや僕はまだ浅いんで、はい、滝谷さんのインスタグラムを貼っておきます。自分のインスタグラムも誰も見てないんで、いやいやいや、はい、もうそこからです。はい、仕事面とかでの社長と、はい、プライベート面での社長って違ったりしますか？はい、そうですね、まあ基本は変わんないというか、はい、やっぱり信念がやっぱあるので、うん、自分たちのこういった仕事を通して、はい、あのお客様に貢献したいですとか、はい、社員の幸せにしたいっていう、やっぱそこがぶれないので社長は、うん、本当に自分たちに事業を任せてくれてるっていうか、うん、でもっとこうしていった方がいいんじゃないとか、はい、例えば自分らが相談した時なんかに、じゃあもうちょっとこうしてみたら、うん、こういうことやってみたらどうとか、はい、でなんかこうフィードバックくれたりとか、一人一人と接する機会って多かったりするんですかね、社長。正直だいぶ減ってきちゃってるとは思うんですけど、社長もかなりお忙しいので、はいはいはい、ただやっぱり社長としてはなるべくこう会いたいというか、はい、顔を合わせたいっていうのはやっぱ強いんじゃないかなと思いますね、はい、例えばこの前も事業部ごとにこう忘年会をやって、はい、でこう親睦深めようってやるんですけど、社長と専務は全部の席に毎日なんでも 7日連続、はいはいはい、8回目みたいな、はいはいはい、昼と夜とやってとか、はいはいはい、それも結局やっぱり普段こうなかなか会えない、やっぱりこう入りたての方とか、はいはい、やっぱり日が浅いスタッフの方とか、はい、なかなか接点がない方もいるんですね。まあそうですよ、ね、はい、やっぱりこう営業で外出てる方とか、はい、やっぱ周りにいらっしゃるんで、はいはい、なんでそういったところに顔出したりとか、あと積極的にこう面接の時も時間を作ってたりとか、はいはい、社員と接点を可能な限り持とうっていうのはすごい感じますよね、はいはい、なんかそういうのは嬉しいんじゃないかな。あんまり普通の会社さんですけど、はい、上役しか会えないじゃないですか、はいはいはい、かります。よりはなんかそういうのを分け隔てなくっていうか、そういうところではあんま見ないですかね、社長は。全員本当大事な社員でっていうことで、でねぎらいでこう忘年会とか、うん、他の社長業としてやっぱりいろんな付き合いあるじゃないですか、はいはいはい、そういうところもこううまく都合をつけながら参加してくれたりとか、はい、専務もそうなんですけど、はいはい、前回のそうですね、密着動画、はい、プライベートでも結構やっぱり仲間を集めてバーベキューやったりとか、結構みんなでワイワイするの好きなんでしょう、はいはいはい、なんかそういう意味ではあんまり差ないのかなっていうか、うん、まあ、もちろん仕事としてやるべきとこっていうのはしっかり追っていくんですけど、はい、そこはもう本当に甘み入れてっていうのをやるんですけど、はい、ただやっぱなんかその中にもやっぱ温かさはあって、っていうのがやっぱりいいところなんですね。やっぱり社長っていうとすごい上の存在で絡みがほぼなくてみたいな、はい、
基本なんかそうですよねっていうイメージでいらっしゃると思うんですけど、オフィスとかたまにいらっしゃって、はい、ずっと会議されてるんですけど、お昼の合間とかであるじゃないですか、はい、たまたまこう一緒にいたスタッフとかを食事連れてたりとか、はい、そうなんですね、はいはい、いいですね、今ちょっと空いてるから一緒にご飯行こうよとかって連れてってくださったりとか、結構嬉しいですよね、それ。いや嬉しいですね、それ。緊張しちゃいそうですけど、まあそうですね社長も結構最近どうとか、はい、こうっていうのをやってくれるんで、全然こうガチガチの雰囲気ではないまあこういう感じで、はい、なんかそこはすごいイライフのいいとこなんじゃないかなと思いますけどね。これはでも僕もいろんな方を取材してますけど思いますね、みんな仲いいっていうか、その変に友達友達とかいうあれじゃなくて、そうですね、まあ、仕事の仲間として仲がいい。プライベートも遊んだりもするんですけど、うん、仕事は仕事でやっぱりそういった理念として目標があってとか、はいはい、やっぱそういうところをやりつつ、うん、まあそういうのってやっぱり社長から来てるからこそ、そうですね、だと思いますね、僕が勝手に思うのは。いや本当そうだと思います、はい、社長みたいな人をどんどんこう増やしてきてですね、社内。そうですよね、そうすれば本当希望が大きくなると思うので、もっとこういい影響をこうたくさん応援されるっていうか、もともと本当創業したての頃に自分お世話になってた、はいはいはい、当時自分本当今考えると自分のことしか本当考えてなかったって言った中で、まあ一度こう離れるっていう決断をして、はい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 、た時もやっぱ応援してくれましたし、社長もまだ現場出られてたとか全然してたんで、現場出てあとお問い合わせ対応してとか、はいはいはい、めちゃめちゃ忙しい時に、はい、まあ自分がちょっとやりたいことはあるからっていう形でこう抜けたんですけど、それもやっぱ応援してくれましたし、まあ、その詳しい内容はこの動画を見てくださいっていうことで、自分はもう社長を掲げてるそういったビジョンとか、はいはい、まあ、やっぱりみんなにも共有してそういうところの実現もやっぱり したいですし、はいはい、社長を日本一にするっていうところはちょっと一番目標かなっていうところなので、はい、ぜひちょっと今度社長の動画出してほしいですね、はい、だから社長が OK っていうか俺はいいよとか言いそうですけどね。確かに社長の密着ありですね。ちょっと交渉した方がいいですよ、もしかしたら。この動画の次に上がるかもしれないですけどもしかしたら頑張ってください、ちょっと分からないですけど、はい、社長の一日を知れるっていうことですか、ね、そうっす、なかなかないじゃないですか。 E ライフも結構な本当規模に全国に、はい、なってきてるんで、はい、そこの社長がどうかってみんな興味あるじゃないですか。興味ありまくりですね、それは。確かにそれを見ていただければ、なんか密着とかしてればなんとなく自分が言ったこの感じも多分掴んでいただけると思うんですけど、はい、本当だよっていうのは多分、いやお前社員やね、わかりますわかります、はい、それは言うだろうみたいな、いや社長やばいっすよとか言わないだろうみたいなとかあるじゃないですか。ありますね。なんでなんか密着してもらえれば、そうですね、いやなんとなく伝わるじゃないですか、はいはいはい、隠しきれないじゃないですか。じゃあその密着動画を作ってあげるので、まあ、この動画とセットでこう照らし合わせて、ぜひとも、そうですね、ちょっと頑張ってくださいこのね、はい、動画の次に上がるかもしれない、もしかしたら。いいっすね、はい、それ面白いじゃないですか。そうっすね、せっかくね社長の話になったし、はい、じゃあこんな感じで今日は E ライフグループの社長について滝谷さんにお伺いしたんで、ありがとうございました。ありがとうございます。